はい、プレイボールドーム野球人です。ソフトバンクドラフト3指名広瀬龍太、明治神宮大会で衝撃2ホーマー、3位で取れたのが美味しすぎるということでございまして、はい、今ね明治神宮大会行われております。でそんな中で大学生の部で活躍しているのがソフトバンクにドラフト3位指名された慶応の広瀬選手。まあかねてから長打力っていうところがね魅力であった彼でございますが、まあちょっとね4年生の時に状態を落として、まあ最終的には3位ではあったんですが、まあこの神宮大会で衝撃のね2打席連続ホームランを見せてくれておりました。実力を見ていくと、まあ、やっぱこう上位指名される選手かなっていうところはありましたんで、まあ彼がやっぱ3位で取れたっていうのは改めてね惜しかったんじゃないかなっていうところでお話していきたいと思います。ではまず今日の記事から見ていきましょう。はい、ソフトバンクドラフト3位指名広瀬が2打席連続ホームラン。慶応大はソフトバンクからドラフト3位指名を受けた3番広瀬龍太内野手が2打席連続本塁打を放ち、2年ぶりに決勝に進んだ。またしても激弾だ。広瀬は1点を追う6回2アウト1、2塁から左翼中段へ逆転スリーラン。完璧に近かった日体大の先発ワン寺西の落ちる球が浮いたのを逃さずに仕留めた。まっすぐが強くてコーナーに投げ分けていたが、時々浮いているスプリットがあった。うまく反応できました。自分のバットで勝てて嬉しい。リーグ優勝を決めた総大との3回戦での先制ツーランと同じような弾道。左翼手が一歩も動けなかった。8回にソロ本塁打を放ってドラフト後に計3本塁打。ソフトバンク松本スカウトは外野手が一歩も動かないホームランを打てる選手はアマチュアではそうはいないと絶賛。4年ぶり優勝をかけた決勝は青学大の下村、常広のドラフト1位コンビと対戦するということになっております。はい、というわけで今日ね明治神宮大会準決勝がありました。日体大とのね試合っていうところであったんですが、ピッチャーは3年生の寺西選手、まあ来年のドラフト候補とも言われている好投手から、まあ素晴らしいねホームランを打てたかなというふうに思います。まあやっぱ本当すごかったですね。まあ今年ねドラフトで指名された選手の中ではやっぱ広瀬選手以外ね、あのホームランっていうのは打てなかったんじゃないかなっていうふうには思うぐらいのねやっぱ弾道でございましたし、でまあ2打席目もね本当こう打った瞬間というところではあったんで、ウォンボーコールドね広瀬龍太という当たりをね見せてくれていたのかなっていうふうに思います。今日勝って明日ね決勝ということになりまして、まあ青学大、まあ今年のね大学選手権優勝、まあさらに下村常広、まあ、それぞれドラフト1位指名された彼らと対戦するということになっております。まあちょっとね状態はそこまで良くなさそうな感じはあるんで、今の広瀬選手の状態であればまあもう一発ホームランもみたいなねところを考えてしまうんですが、まあこの辺はね明日楽しみかなというところでございます。では改めて広瀬選手どういう選手か成績かというところ、神宮大会のね成績も合わせて見ていきましょう。はい、では見ていきます。広瀬龍太選手、慶応大学出身地は東京都、2001年4月7日まで22歳、182センチ、91キロ、ポジションはセカンドファーストサードなどを守る右投げ右打ちの選手でございます。2023年ドラフト3位指名で今シーズンの年俸契約金、まあ、ここはまだね決まっていないというところになっております。まあ、神宮大会が終われば正式に契約して発表ということになるのではないでしょうか。広瀬選手は慶応高校では2年生春からファーストでレギュラーに定着し、2年時には甲子園にも出場、卒業後はプロ志望届を提出せずそのまま慶応大に進学します。1年生秋から早々にファーストとしてレギュラーをつかむとベスト内を獲得するなど打力で存在感を示す活躍を見せ、2年生からはセカンドにコンバートされ活躍を見せます。4年時にやや不調となってしまっていたものの、6大学歴代4位となる20ホーマーを記録し、ソフトバンクに3位指名されていたというところになっております。はい、この広瀬選手、まあ、今年甲子園を沸かせた慶応高校出身の選手でございまして、まあ、さらに彼の場合は慶応幼稚舎からね慶応にいたっていうところもあったんで生粋の慶応ボーイで、今までのプロ野球史上で幼稚舎からプロ入りした選手っていうのはいなかったみたいなんで、彼が初ということになっております。でそのままねやっぱ慶応大に進学して、もうプロ注目の選手でございました。大学ジャパンにもね3年生の時から選ばれて活躍。ただねちょっとまあリーグ戦では4年生の時にちょっと失速してしまって1位候補っていうところも言われていたんですが、結局まあソフトバンクの3位指名というところに落ち着きました。でリーグ戦の成績見ていきましょう。89試合で2割6分、338打数の88安打、20ホーマー、53打点、オーベスが 0.845 という成績になっております。まあリーグ戦の通算は2割6分ほどで、やっぱホームラン20本というのは素晴らしいですよね。6大学歴代4位タイ、まあ、阪神を優勝に導いた岡田監督とちょうど同じ20本ということになっております。で今年の秋のリーグ戦はですね14試合で2割5分、56打数の14安打、2ホーマー、8打点、オーペス 0.713 という成績になっております。はい、まあ今年の秋のリーグ戦はちょっとね怪我をしていたっていうところもあって、やはりこう本調子ではなかったのかなっていうふうに思います。まあそれでもね最後の試合でホームラン打って通算20本にのしたっていうところはさすがかなというところでございましたが、でそんな広瀬選手、今ね行われている明治神宮大会11月19日時点準決勝終了時点では
2試合で3割7分5厘、8打数の3安打2ホーマー、オーベース 1.500 という成績になっております。まあ、2試合しかしてないんであれなんですが、まあ、3安打打ってホームラン2本、まあ、しかもそのホームラン2本がね、やっぱ特大の目の覚めるような当たりだったっていうところもありますので、まあ、ドラフト終了後に大活躍ということになっております。まあ、やはりねスラッガーっていうくくりだと今季ナンバーワンと言っていいのかなっていうふうに思います。まあ、同じ6大学に1位で上田久斗選手がいるんですが、まあ、ただ彼はどっちかというと中距離打者っていうところではありますし、まあ、どっちかというと長打があるねアベレージヒッターっていう印象ではあるんですが、まあ、この広瀬選手はもう本当にパワーヒッターもパワーヒッター、まあ、なかなか即戦力野手がねいなかったっていうふうに言われていた今季、まあ、間違いなく彼がナンバーワンスラッガーというところはあるのかなっていうふうに思います。ではそんな広瀬選手ですが、他の選手と比較もねしていきましょう。はい、では広瀬の打力っていうところで見ていきましょう。近年のね6大学選手の打撃成績比較見ていくと、去年ね蛭間選手がドラフト1位、258打席で2割6分7厘、59安打13ホーマー、オーベース 0.918、 三振率が2割2分8厘で ABHR ですね、打数割る本塁打数、まあ、ホームランが1本出るのに何打数かかるかっていうねものではあるんですが、 17.00 と、まあ、優秀なね数字を残しております。でもう一人ドライして言うと上田選手、ロッテに指名、364打席で打率が3割1分2厘、96安打10ホーマー、オーベース 0.922、 三振率が1割1分5厘、 ABHR が 30.80 ということになっております。はい、まあ、上田選手もやっぱすごい成績ですね。オーベースはね蛭間選手と同等ではあるんですが、三振率ですよね、ここが半分くらいになっております。まあ、ホームランを打つ割合っていうのはさすがに少ないんですが、まあ、やっぱこの2人に関してはねドラ1の選手だよねというところになっております。でドラフト2位で言うとね、去年村松選手が中日に指名、189打席で3割2分3厘、52安打1ホーマー、オーベース 0.862 で、萩尾選手が巨人にドラフト2位、188打席3割3分3厘、57安打10ホーマー、打率が3割8分5厘、オービス 0.991 と、まあ、村松選手と萩尾選手はね打席数がちょっと少ないっていうところで、主にこう上級生から出ていたっていうところがあるんで、まああれなんですけど、まあ、それでも抜群の成績残しております。でソフトバンクでいうと正木選手がねドラフト2位指名、263打席2割8分4厘、59安打10ホーマー、オービス 0.883 で、ヤクルトの丸山選手もドラフト2位、198打席3割1分3厘、52安打1ホーマー、オービス 0.773 という成績になっております。まあ、どの選手もね上位指名ってとこではあるんですが、まあ、今回広瀬選手の場合はドラフト3位、一番下にはなってくるんですが、ただ398打席ダントツで打席数が多い、まあ、これはコロナのね影響が少なかったっていうところはあるんですが、まあ、それでも下級生の頃から主力を張っていて、打率が2割6分88安打20ホーマー、オーベース 0.845、まあ、オーベースはズマ抜けて高いわけではないんですが、まあ、それでも三振率が2割1分8厘、同じねこうスラッガータイプの蛭間選手、萩尾選手らより低いですし、ホームランを打つね割合っていうところで言っても 16.90 と、蛭間選手、萩尾選手らよりね上ということになっております。まあ、やっぱこの辺はすごいですよね。特にやっぱ打席数ね400打席近く立ってこのペースっていうところは、まあ、本当驚異的かなというところでありますので、まあ、それプラスアルファ身体能力が高く内野が守れる可能性があるというところを考えれば、やはり改めて見てもね3位で取れたのは美味しいのかなというところでございます。まあ、ちょっと4年生で猛アピールっていうところではなかったんで評価が落ちたってところではあったんですが、まあでもソフトバンク的にはねそれでこの順位で取れたっていうところはありますよね。でまあさらにソフトバンクで言いますと、やはり今季のホームラン数っていうところ合計で104本ね打っているんですが、左打者が75本、右打者が29本という割合なんですよね。まあやはりこの辺は右の大砲不足というところにね悩まされているということでございます。まあ、主力で言っても柳田選手、 FA で加入した近藤選手、まあ、なんでどうしてもこう右の大砲っていうところ、この辺がね直近の課題だよというところでございました。まあ、なんでそんな中ホームランを打つ能力が非常に高い広瀬選手の加入っていうところ、これは本当に大きいかなっていうふうに思いますし、まあ、さらにそれプラス FA で山川選手をね獲得に動いているっていうところでございます。まあまあほぼほぼ決まりだろうっていうところも言われておりますし、まあ彼も右の大砲っていうところでもありますので、まあ広瀬選手プラス山川選手、まあこの2人が加わることによって一気にこう悩みがね解決する可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ山川選手は当然ファーストとして、広瀬選手はまあやっぱセカンドサードこの辺でしっかりね出てほしいなっていうところはあるんで、もしいいようであればね積極的に使ってほしいなというところでございますが、まあ本当ねまだ入団前っていうところではあるんですが、今からこう何ホーマー打つのかっていうところ非常に楽しみでございますが、はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。柳町、広瀬、
正木のクリーンナップが早く見たいんですよということで、はい、そうですね、やはりソフトバンクに関しては慶応の選手っていうのがね結構多いよということになっております。まあ柳町選手もそうなんですが、正木選手もね広瀬選手と同じ右の大砲、まあ広瀬選手の方が動けるんで、まあセカンドサード守れる可能性があるっていうところを考えれば使い分けができるのかなっていうふうに思いますし、まあ将来的にはね柳町、広瀬、正木、まあ、彼らのクリーンナップっていうところは見たいかなというところでございます。まあさらに育成で言ってもねピッチャーで佐藤選手がおりますし、そこも楽しみかなっていうふうに思います。まあそう考えればやっぱ結構ね慶応出身の選手が多いなっていうところがね近年の傾向かなっていうふうに思います。まあやっぱこうなかなか高橋由伸さん以来慶応の選手は活躍しないっていうところがね言われていた風潮があるんですが、まあただ近年はそうでもねなくなってきてはいるのかなっていうふうに思いますし、まあ彼らでその風潮をね完全に取り去っていただきたいなというところでございますが、でこちら見ていきましょう。広瀬えぐいな、前田もそうだけど今年のドラフトマジでいいんじゃないかということで、はい、でまあやっぱね今日の広瀬選手の2ホーマー、まあ、本当すごかったなっていうふうに思いますし、まあこれはね本当楽しみだよねっていうところではあるんですが、まあさらにソフトバンクに関しては今年のドラフト1位で前田選手、2位で岩井選手で、3位で広瀬選手と、あとね、まあ、7位まで続いてってところではあるんですが、ドラフトの傾向をガラッと変えてきたのが今シーズンというところでございました。今まではですねもうほんと独自路線というか、その選手をその順位でみたいなね傾向があったんですよね。まあ実際それがハマるケースもあればですね、まあちょっとどうなのっていうねところも結構見られましたんで、やっぱなかなか勝てない要因の一個にそういうね偏ったドラフトっていうところがあったのかなっていうふうに思います。まあただ今年は本当にいわゆるまあミーハードラフトというところで、名前のあるね選手っていうのをしっかりとね上から取れていたのかなっていうふうに思います。まあしかも名前だけじゃなくてね、まあ結構いいチョイスなんじゃないかなっていうところがねそれぞれありましたんで、まあ実際これはねシーズン始まってからじゃないとどうなるか分かりませんし、まあこう5年10年後ぐらいじゃないとねドラフトの結果っていうのは分かんないんですが、まあでも久々にこうファンが納得するような指名っていうのにねなっているんじゃないかなっていうふうに思いますので、広瀬選手含め今年のドラフトで指名された選手っていうところ、来季のねキャンプから要注目かなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。